まあ一番関心があるのは河合さんご自身はともかくとして僕は恋愛問題だな。もう私側です。私側ですからお願いします。結婚であれば今年が一番いいです。今年ですか。はい、もう今年。今年でもあと三月ほどしかないですか。1月の終わり、2月まであります。あ、今年度。はい、2月3日で変わりますから年度が、はい、今年が一番最良の年です。はい、それを失うと2年後3年になりますね。蛮行になってしまいますね。十分蛮行になります。十分蛮行、はい、あんまりその蛮行にあんまり十分入れてほしないですけど。そうですね。どういった方が一番結婚するとしたら私に合うか、はい、合うんでしょうか。芸能関係の方でもあなたのお相手はいいですね。あ、そうですか。事業やってる方もいいですね。事業、はい、どっちかですね。そうですか。出てこられるのはね。そうですね、やっぱり今年が一番いいですね。あ、だから今年お見合いか何かをして選んで結婚されるといいんじゃないですかね。先生、今周りにいるんですか。気づいてるんですかね。差し当たって結婚する相手はいないですね。今いない。はい、お友達はたくさんでもないですけれども、付き合ってる男性はいない。男性はいらっしゃいますけれども、差し当たって本人がこの人と結婚したいっていう人はいないですね。本人がっていうのは河合さんご自身が。そうです。どうですか、それは。今結婚したいと思う人はいない。そうですね、特別すぐに差し当たってすぐっていうのはないですね。ああ、自由恋愛ですか。まあ、このまま付き合っていけば結婚できるかなっていう人はいます。だけれども無理なようですけどね。なんか言い淀んでました。何ですって。今結婚できる相手はいないです。今の自分の周りの状況というか。本人がそれを望んでも結婚まで至らないです、はい、はい。何かの事情によって別れる運命になりますね。お相手の男性のお年はおいくつぐらい。これから出てくる人ですか。はい、これから出てくる人です。まあ、今の人でもいいんですけどね。今の人は20代ぐらいですから、あんまり年、ものすごい年上じゃないですから、お友達ですからね。あなたの、20代の、あなたが結婚を本当にするべき相手は30過ぎてます。30過ぎた方、はい、そうですか。今のところ30、32、3。先生、でも今のところいないのに今年年内来年の2月3日までって難しいじゃないですか。難しいですよ。だからいや難しいですから、はい、お見合いでもしたらいかがですかって言ってるんです。今自分の周りにいる人は結婚の対象にならない、ならないっていうことです。はい、河合さんはあれですか、結婚してもいいなって思ってるんですか、今は。そうです、今っていうよりもいずれはやはりしたいなと思ってるんですけど、今のところもそうですね、今だってでも晩婚ですね。はい、晩婚になりますね。晩婚ですね。いくつぐらいから晩婚ですか。晩婚って言ったら今おいくつですか。今今年30になりました。30ですか、はい、もう十分晩婚ですね。先生いやもう30って晩婚ですよ。まあまあいいじゃないですか。いやでも最近は先生まだね、30ってまだそうそうね、今遅くなりましたからね。そうです。でも結婚したいと思う時は適齢期ですからね。そうそう、適齢期っていうのは。ナオさんは何、はい、33ぐらい。今はあんまり結婚したいって切実に思ってる相手がいるわけじゃない。そうですね、ない。先生、今まで結婚するチャンスがあったんですか。あ、わじゃあったんじゃない。まだワイドウォッチャー。ナオさん汗かいちゃう。いや、僕
なんすかみたいな、初めて。その間にみんなやつぎ早に質問するんだ。なんで今日こんなに乗ってんの。いやいや、コマーシャルの間に伺ったことで言えば、別に結婚したくないわけでもなくて、いい人がいれば結婚しようと。ね、縁のある方といいますか、だけども、なかなかそういう縁には至らない。難しい。上手なフォローの言い方ですね、なんて。先生、あの、今までの恋愛のチャンスがあったんですか、結婚するチャンスは。今までかつて過去に。ありましたね、一回。一度。はい、一度ありましたね。いくつぐらいの時ですか。23歳の時ぐらいに。はあ、22、3歳ぐらい。思い当たる節は23ぐらいですか。22から3ぐらいの時に、はい、あのそういうチャンスっていうよりはいい人があったはずです。だけど本人が仕事に夢中になってるから見逃してますね。だから今今年入ってるんですけどね、結婚縁に、うん、今年はだから非常にそういう周期に入ってますから、結婚したいって思ってるんじゃないかなと思うんですけども、そろそろ。そうですね、本人は、あの本当にいい人がいて、ね、うん、っていう気持ちはあるんですけど、なかなか。何年生まれですか。昭和38年です。やっぱり35年ぐらいの人がいいですね。昭和35年ぐらい。3つぐらい年上の人。3つぐらい上の人。思い当たる節は。今パッと思いないですよね。ないですけれども、意外の違う人を求めてますからね。だから、はい、結婚する相手は3つぐらいの年上の人がいいです。ベスト、はい、今年急いで今年中に決めた方がいい。そうするとしばらくずっと幸せになれる。先生、今年中ってもあと4ヶ月ちょっとですよ。いやでも分かりませんよ。難しいですよ、みたいな。ちょっと決めるの縁って分からないですよ。でも、いやそれは分かりませんけど、よかったな、先生に言われたら結婚って。早まったらどうするんですか。急にそりゃそうな、謝りますよこれは。そうするともう3年ぐらいちょっとないですよ。3年、その3年後でも幸せな結婚ができるんでしょうか。はい、できます。それだったら3年待った方がいいよね。慌てないよな。今年結婚すると3年後どっちが幸せになるから高いですか。どうしてそそんとくか。うわ、いや、なんとも言えないですね。相手次第ですから。相手次第ですか。はい。先生、だったら3年後も同じように3歳ぐらい年上がいいんですか、彼女。そうです、彼女にはもうあのその3、4歳上がいい。3歳。3歳。3歳年上の人が一番いいですから、その人と結ばれれば、うん、絶対に離婚しないでしょう。そうです、はい、今35年生まれぐらいです。ちょっと名前聞く前にまず年を聞いて。何年生まれですか。今年知り合って3年間お付き合いして結婚するって形でいいですか。それすごくいいです。今年知り合って35歳と知り合って3年後に結婚、はい、3年後とは言わずに構いませんから、3年後ぐらいから4年でもいいですけれども、はい、目指して今年出会うことはすごくいいことです。そうです、はい、来年の2月3日までに節分までに出会わなきませんね、うん、そうだ。3年は長持ちすると。いや、3年は長持ちするっていうんじゃなくて、うん、いい波動で会う人っていうのはずっと長持ちしていくんですよ、うん、あ、なるほど。結婚しなくても。ここはマネージャーのガードがきついですからね、直子ちゃんとか。知り合う人いないんですよ、なかなか。遠井さんは紹介していただくといいですよ。あのこの世界は35年生まれはすごく多いですからね。芸能の星ですから。しかし、はい、マスコミ芸能の星の人が多いですから。この年紹介してもらわなくたって自分で探せるよ。いや、なかなかチャンスというか。美穂先生、おすすめのタレントさんはどなたですか。あの年の人って誰だろうね。私よくわからないんですけどね。僕より下ですからね。誰ぐらいでしょうね。誰となら相性が合いそうな感じ。私よくわかんないんですけどね。そういうのわかりませんね。じゃあ僕は母さん、あの男の人に惚れた時にはどこに一番最初に惚れるんですか。何メモしてんの。なんで芸能リポーターみたいな。いやいや、ちょっと興味があってますけど、男性のどこに一番最初に惹かれます。惹かれるところですか。やっぱりなんで持ってらっしゃる性格っていうか、人柄みたいな。魂よね、心よね。
ガードが固まる。カモン達夫君と一緒にラジオやった時ね、よく一緒に飲んでたんですよ、ナオコちゃんを交えて。その時あのマネージャーさんが何くれなく僕らが近づくとね、こういう感じで鉄のガードをするんですよ。あ、なかなかナオコちゃんのその本音が聞けなかったです。今もやっぱり本音聞けなかったですからね。どう、やっぱりちょっと自分でガードしてるとこあるかい？そうですね、ガードっていうわけじゃないんですけど、ね、結構人見知りしますよね。あ、それはちょっと人見知りするんですよ。こっから言ったらどういうことになっちゃうかってやっぱり、ね、それは本能的に思うけどもね、まあでも残された期間はあと4ヶ月と5日ぐらいですからね。さて